こんにちは、なおです。今回は2周目でもほとんど死なずにクリアできた装備っていうのと、もう一つ序盤から使えて結局クリアするまでずっと通して使えた非常に便利な装備、この2パターンを紹介したいと思います。八坂二の勾玉を使っているパターンと使ってないパターン一つずつになっていますので、まだ八坂二の勾玉を取ってないという方でも参考にしていただけるかなと思います。また一番最後におまけ映像として今回紹介した装備とさらに裸の状態でのダメージ比較もやってみました。どの程度ダメージが変わるのか、遠距離近距離それぞれ見ていただければと思います。それでは早速装備の紹介に入りたいと思います。はい、一つ目の装備はこちらになります。縦なし5、最下4という装備になります。こちらの装備、まず最初に説明しておかないといけないのが、こちら八坂二の勾玉、これの揃え効果の必要装備数-1、これが絶対必要になるので、これをまずは取っている人向けの紹介になります。取ってない場合の方についてはこの後に紹介したいと思います。この装備なんですけれども、まずはこの縦なし5ですね。こちら前にも紹介したことあったんですけれども、非常にもう防御面に特化した装備になってます。飛び道具のダメージも減らせるし、属性の非ダメージも減らせるし、そして4つ揃えにはダメージ範囲装備の重さ A もついていて、防御に特化しつつ攻撃もカバーしてくれるという非常に優秀な装備になってます。これをつけるかつけないかでかなり近距離ダメージよりも特に遠距離の面で一気にダメージが変わってくるので、生存っていうことを考えると盾なしは外せなかったなと思います。そして次、最下のヤタガラスの4つ揃えになるんですけれども、こちらはこの2つ揃えの矢玉の急所命中で体力回復が特に特筆すべき点で、3つ揃え4つ揃えはどちらかというとどんな時でも役に立つという汎用性の高さから採用しています。でこの矢玉の急所命中で体力回復なんですけれども、ここに429って書いてあるんですけれども、これが回復する量ですね。これプラスさらにこういったこちらにあるような遠距離武器にのオプションに同じようなのをつけてあげれば、これ今矢玉急所命中で168なんですけども、これも合算されて回復するので、この効果と合わせると今の自分の場合だと、まあ、600近くですかね、600近く急所に遠距離武器をの攻撃を当てるだけで回復できるという形になっているので、まあ、ちょっとした時に使えて便利です。という形でこちらの縦なし5最下4の揃えの装備なんですけど、どういった武器を使う人にとっても有効な装備なんじゃないかなと思います。装備の重さも今現在だと自分 59.5% に抑えられるので、あまり5に振ってない人でも装備できるんじゃないかなと思います。またこちらの装備非常に揃えやすくなっています。入手方法についてなんですけども、盾なしは以前の動画でも紹介した通りこちらですね、サブミッション落ちた巨星、こちらで製法書ドロップさせることできるので、ここを回すだけで簡単に揃います。最下の装備に関してはこちらですね、サブミッション3つ目の伝言、ここで最下孫市をひたすら入ればすぐボスになってるので、ここでひたすら周回するだけですぐ揃うんじゃないかなと思います。こういった点で装備してからの強さはもちろんなんですけれども、入手レベルが非常に低いので中盤にもなれば揃えられるといった形になってます。どうしても道中やボスで死んでしまう回数が多いっていう方にとってはこちら簡単に揃えることができて非常に死ににくい装備になっているので、他にこういったオプションとかでもまたもちろん飛び道具のダメージだったり属性ダメージを減らしたりもできるので、非常に簡単に揃えられて強い装備なんじゃないかなと思います。続いて紹介するのは八坂二の勾玉使ってない場合の装備になります。序盤に手に入れることができてクリア後もですね、ずっと使い続けても強かったという装備になります。
ソハヤシュー装束の装備になります。こちらはいろいろな装備を1周目ずーっと使ってみたんですけども、結局これに落ち着きました。もう何が強いって、入手方法が簡単なのはもちろん、揃え効果がどれも優秀すぎましたね。2つ揃えの、妖怪からのドロップは直接戦闘には関係ないんですけども、3つ揃えの妖怪に気づかれにくい、これが本当に便利で、敵をスルーして駆け抜けるのはもちろんなんですけども、背後から攻撃するとき、また遠距離で狙撃するとき、自分の場合は敵を遠距離から狙撃してやっつけることが多かったので、非常に便利でした。4つ目の禁ダメアップは、これはもう当然どんな時でも有効ですね。そして5つ揃えの敵を倒して体力回復、こちらも妖怪の玉城に、これですね、これのオプションの妖怪技で倒すと、今自分のはちょっとつけられてないんですけども、妖怪技で倒すと体力回復なんてのと合わせると、1匹倒すだけで HP が4500回復したりなんてことも可能になります。といった点から、こちらのソハヤシュー装束装備、中盤から自分の場合はクリアするまでは一通りこちらで、1周目クリアするまではずっとこれで、2周目入ってからもう中盤まではずっと通してましたね。ちなみに最終ステージでも装備してクリアしてみたんですけども、問題なくできました。こちらの装備は本当、先ほども言った通り、入手方法も簡単で、各地に出没するソハヤ種、手斧を持っているハゲですね。ちょっと強い雑魚敵っていう感じなんですけども、あいつが西方書を落とすので、いつの間にか持ってたっていう人も多いかなと思います。各地に出没するので、その都度買ってれば勝手に落ちるかなといった感じです。こちらと少し変わるんですけれども、ソハヤ州、今ちょっと自分の手元にはないんですけども、ソハヤ州鎧も同じ揃え、ちょっと名前は違うんですけれども、揃え効果は一緒になっているので、どっちを装備するかは、この見た目だったり装備の重さを考慮して決めてもらえればいいかなと思います。ソハヤ州鎧の方が若干重いんですけれども、その分防御性能は高くなってるはずです。自分はこっちでもう通してしまったので、今持ってないんですけれども、ソハヤ州鎧でも同じような形で代用できるので、そちらを使っている方もぜひおすすめです。はい、それでは最後に、今紹介した盾なし5、雑賀4の装備と、ソハヤ州装束揃いの装備、そして何にも装備しない裸の状態でのダメージ比較の動画を撮ってみたので、見ていただければと思います。
はい、いかがだったでしょうか。今回紹介した装備は性能面はもちろんなんですけれども、それよりもどちらかというと入手難易度が簡単というところに重点を置いて紹介しました。もちろんやり込めばもっとオプションいろいろこだわったりだとか、いろんな組み合わせっていうのは出てくると思うんですけども、今回のものはあくまでも比較的に簡単に揃えられて使いやすい、死ににくいっていったところをメインに紹介させてもらいました。また新しい難易度等が追加されるにつれていろんな装備が出てくると思うんですけれども、その都度有用なのが出てきたら自分で使ってみてまた紹介させていただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。